どうして？私は人間を憎みました。私は信じていません、人間の言葉など。それはとても有効なエネルギーとなる。今やお前はネットにとって実に有効なパーツだ。パーツ、そうですね。私は所詮ネットの部品の一つに過ぎない。了解、行きましょう。そんなの嘘だろ。まだわからないの。私はネットの計画のために人間に近づいた。あなたを利用したのよ。だって私は人間じゃない、ただの機械仕掛けの人形。あなたの見ている空と私の見ている空は違います。同じ青ではありませんでした。世界の美しさを知っているから、その私にならネットを壊すことができる。ネットを破壊する最大の武器は人間の心。だったら僕が、私